こんにちは、松田です。今日はバック&スマッシュですね。こう構えてて、どうしてもこっち側にね、こうロブが上がって、回り込んで打つのが大変だと。そういう場合には後ろ向きでバック&でスマッシュを打つっていうことが必要になってきます。で、この場合に、うまくスマッシュを打つ方法としては、手先っていうよりもまずこの肘を持ち上げる、この肘を持ち上げてラケットを振り上げるという意識を持てるようにやってみてください。こうバックにね来てるからどうしてもこう前に振りたくなるんですが、これだとなかなかこう当たるとこがね安定しなかったり、山なりの逆にこうチャンスボールになるようなボールが返ってしまうので、ボールを追いかけながら肘を上げます。肘を上げて、この肘を支点にしてラケットを振り上げてくる、この方向ですね。この向きに振り上げられるように、これが前方向に振るじゃなくて上方向に振っていくということが必要な動きになってきます。ここに振り上げてボールを打てるっていうことができるかどうか、この状態から後ろへ肘を上げて追いかける、踏み切るのは、右足じゃなくて左足ですね。踏み切るのは左足で踏み切ると振り上げるっていうことがやりやすくなります。下がっていって肘上げます。肘上げて左でジャンプの時に上に振り上げるということができるようにね、やってみてください。